下がれ。祈祷中なのが分からぬ。また奴らが来ちまう。来た時には俺が面倒を見る。それまで話をしよう。誰を助けようとしてるか知っておきたい。ジョン・バード、マリボー第10師団にいた。なぜこんなところに。所属してたテメリア軍は黒の軍団に壊滅させられたんだ。俺はその直前に森に逃げた。それから難民の一団に入ったんだが、あいつら愛国心に溢れてやがった。俺がテメリアを見捨てたことを知ると殴り倒して七面鳥みたいに縛り上げてドラウナーに委ねやがった。よし、助けよう。ああ、ありがとう。ひょっとすると見殺しにされるかと思ったよ。何か礼をしたいが金を持ってないんだ。仕方ない、損をかぶるさ。ありがとう、ウィッチャー。旅の成功を祈るよ。ハンナ、家に。ヘンドリックという男を探している。何の用だ。話がしたい。何について。何か強い酒をくれ。出て行ってくれ。裏口を開けてやるから。知り合いか。どんな奴らだ。おい、ウォッカだ。こいつは誰だ。勇敢な戦士様か。剣を2本刺してるぞ。おい、白髪の兄ちゃん、剣を2本刺す意味はあるのか。あいつ何も2本ついてんじゃねえのか。聞こえねえのか。どこの何者だ。喋らねえなら口をナイフでこじ開けてやるぞ。人が酒を飲んでる時に邪魔するもんじゃない。聞いたか。大した紳士様じゃねえか。靴をお磨きしましょうか。遠慮する。そんな汚い手で靴に触られたくはない。おいボロ、聞いたか。失せろ。死にたくなければな。ふざけやがって。やめろ。その野郎、やっちまえ。後ろに回り込め。それじゃうまくいかない。魔法使い目、やめて。なんてこった。こいつをした男爵が何をするか想像つくか。ウィッチャーの仕業だって伝わる前に村が焼き払われてしまう。男爵の手にかかったら。ヘンドリックはどこだ。耳が悪いのか。男爵にバレたらただじゃ済まんと言ってんだ。落ち着け。
男爵もバカじゃない。お前たち村人が家来をやったなどと思うわけがないだろう。ヘンドリックはどこにいるんだ。そいつならヘザートンにいる。それはどこだ。丘の向こう側だ。今朝おかしな光が見えた。もしかしたら帝国が襲ったのかもしれないな。他にヘンドリックについて何か知らないか。妙なやつだ。どこからどんな理由で来たのか誰も知らない。パン一切れのために旦那が殺された女と一緒に住んでる。男爵の手下が黙っちゃいまい。やつは身を隠すのが上手なんだ。まるでいつ来るか知ってるみたいにうまく消えるんだ。助かった。裏口から出てくれ。村にはまだ男爵の部下がいる。心配はいらない。問題を起こしてほしくないんだよ。もっと早く。暑い日に地下室に入った時には霧も出ている。誰かしらがほっといてくれよ。落ち着け、もう終わったんだ。ああ、終わった。一度こぼれた水は元には戻らない。忘れることなどできない。ヘンドリックという男を探してる。この村に住んでいたはずだ。ああ、だが殺された。奴らはあの小屋で彼を捕まえて、人間があんな叫び声を上げるなんて、何をされたか想像もできん。ここで何があったか話してくれ、順番にな。みんな、連れて行かれたんだ。
日が落ち始めて血のように赤い夕焼けに変わった。おかしいな、カエルの声が聞こえないと思った。何が起こったかは分からん。ヘンドリックが叫んで許しを求めたが、最後にはうめき声しか聞こえなかった。奴らはすぐ去ったが、村は真冬みたいに凍った。その後、家を覗いてみたか。いや、あそこには入らない。何があってもな。それでは、平穏があらんこと。足跡の周りに氷の痕跡。まさか。拷問の跡だ。何か見逃しているかもしれない。ブーツを調べるか。血が固まっている。鍵が隠してあったぞ。鍵があるなら鍵穴もあるはずだ。風だ。ここの地下に何かある。先に掃除が必要そうだな。貴重品をしまいもしないなんて、正気を失ったのか。それとも帳簿だ。穀物の代金、木炭の出荷量。ヘンドリックは商人に偽装していたのか。これは帳簿の間にメモ、知恵比べってわけか。興味深い見出しだな。捜索状況、対象はスケリッチおよびノビグラドで確認された。外見に変化なし。灰色の髪、顔に傷跡。他人との接触を避けている。酔っ払い、男爵と呼ばれる人物が自分の城に大将を招いた。城というより不法に占拠した砦だが、
理由は不明。クローパーチで男爵に接触予定。魔女と遭遇。大将は沼地に降り立ち魔女と遭遇した。争いが起こったようだ。原因は不明。魔女を見つけろ。ミッドコプスの村で村人と話せ。警戒。私は監視されている。相手も目的も不明。不安だ。犬が逃げた。バケツの水が凍った。空に妙な光が見える。村人は強調だという。奴らはヘンドリックが尻を探していると知った。だから拷問を。遅すぎたな。手がかりは男爵と魔女だけか。くそ。